明治安田 J1 湘南1の 2G 大阪、1日、第17節、レモンエース。ガンバ大阪がアウェーで湘南ベルマーレを下した。前半は湘南にボール保持を許す展開となったが、どちらがボールを持っても状況に応じた戦いができる今季の G 大阪が、その強みを生かした戦いを見せた。前半29分、湘南ゴールキーパーソンボム軍26。 ノパスミスに G 大阪 MF 鈴木徳間27が反応しワンタッチで右の MF 山下良也26へこれを受けた山下もワンタッチでつなぐと中央でフリーになった FW み佐見隆32がゴール左へ流し込んだ G 大阪は湘南の一瞬の暇を逃がさず先制に成功した後半も湘南がポゼッションを続ける展開 後半18分にはセカンドボールを拾った宇佐美がペナルティーエリア内に短いスルーパスを送る。これに反応した山下が快速を生かして DF の前に入り込むと、後ろから倒されて PK を獲得。同20分に宇佐美が PK を右上に決め、リードを広げた。終盤は耐える時間が長くなった G 大阪だったが、同33分に CK から FW ルキアン。 32に決められた1失点に抑えて勝ち点3を獲得。今季4度目の複数得点で今季初の3連勝を飾った。